はい、じゃあ午後の部始まりです。事務連絡的なことを言いますが、まず最初に、そうだ、ウェブクラスね。ウェブクラス。ウェブクラスにレポートをあげました。レポート課題をあげましたので、もう見てくれてる人いるね。レポート課題の PDF、これ大規模だよね。大規模データ解析応用事例のところに、下の方に最終レポートというのがあります。後でレポートの話を最後にしますが、PDF 1枚あるので、1枚っていうか1つのファイルがあるので、ダウンロードしてください。後でレポートの話をします。それともう一つ、スラックですね。オペレーションズリサーチを取ってる人は知ってると思いますし、何度も登録をお願いした、スラックの話。このスラックですね。スラックの大規模の方かな。大規模の方。大規模の方ですね。大規模の方。どっちか。大規模。大規模のとこに、スラックがあります。スラックのチャンネルの中に大規模解析応用事例があります。まだ34人とちょっと少ないですが、こちらも登録して、質問なり、何か議論することなりがありましたら書いてください。できるだけ見ておきますので、これ登録と、こちらの方にも登録して何かありましたらお願いします。で、レポートの話は最後にもうちょっとまとめて話しますので、続きをやっていきましょう。午前中のところ何か質問はないですか？午前中のところちょっとサクッと振り返ると、ちょっと待ってね。ここね。フーリエ変換の性質をちょっと詳しくやりましたね。フーリエ変換の性質。この微分のフーリエ変換。これから使って何に使えるのかという話をしていきます。フーリエ変換の、微分のフーリエ変換ですね。それが何に使えるのか。で、線形性はまあいいかな。そして線形性。そして、パーセバルの定理。ノルムですね。ノルムの、ノルムが保存されるという話ですね。周波数空間でのノルムと実空間表現でのノルムというのが、同じであるという話。で、あと使うのが、畳み込み定理も後で、ちょっと演習の時に使います。畳み込み、実空間での、畳み込みというのが、フーリエ変換して周波数空間に行くと、そこの単なる積になるという、演算が簡単になるという話ですね。それを、示して、その性質。この性質、後でどういうふうに使えるのか、データ解析にどう使えるのかっていう話をしていきます。で、それで離散フーリエ変換のところで、終わったと思うんですが、ちょっとだけ、誤植があったんで直しました。ここ、t と書いたんで x にしますね。同じことです。こういうふうに切ってたのを、離散化して、ここのところで離散フーリエ変換するというのは、このサンプル点の、このサンプルの値ですね。このサンプル、N 個のサンプルの値を持ってきて、それを N 個のフーリエ変換にするものですね。で、F の J というのが、J というのが、時間とか空間の相似で、これが離散的な点、X の1から X の N まで定義されているようなところで定義されている。そこが A 項 F というふうにあって、FJ としてあって、それが離散的な点として、N 個の点としてある。そして連続変数 F のフーリエ変換というのも離散周波数で、これも F ハットというのが 2π の、この t 分の j という、この周波数のところ定義されているのを FJ ハットと書きましょうと。そうすると、フーリエ変換というのは離散な辺にこの複素、指数関数をかけて、和を取ったものを離散フーリエ変換と定義します。で、ここのオメガ N というのは、1の N 乗根になってますね。これを N 乗すると1になりますね。で、こっちにまとめがあって、離散フーリエ変換 F が与えられたところ、実空間の F が与えられたときに、周波数空間での F ハットというのを求める式。これが離散フーリエ変換になります。そして逆フーリエ変換は、F ハットが与えられたとき、つまりこれは、
周波数空間での成分が与えられたときに、実空間での F を求める式になります。だから F という何か関数というのは波の重ね合わせになっているわけですよね。というふうになっている。で、ここのところがプラスで、ここがマイナスになっているというのも普通のフーリエ変換のときと同じ。で、実空間の F と実空間で定義される離散的な点での F と、離散的な周波数空間で離散的な周波数上で定義される F ハットというのが、フーリエ変換でつながっている、フーリエ変換でつながっていて逆フーリエ変換で戻るというふうになって、これも今までやってきた、実空間と周波数空間というのの、行ったり来たりというのが、対応関係は一緒ですよね。フーリエ変換して逆フーリエ変換して、この F と F ハットをどちらも使えるようになると、便利な、便利というか、いいことがある。で、ここで、ちょっとこれを説明すると、MATLABの演習がをやろうと思うんですが、これ FFT と I の FFT という単コマンドで 1次元の信号を、フーリエ変換する。これはファーストフーリエトランスフォーム、高速フーリエ変換の、略ですね。高速フーリエ変換、ファーストフーリエトランスフォームの、頭文字を取って FFT というコマンドがある。一方、この逆に変換していくのは IFFT、インバースファーストフーリエトランスフォーム、IFFT ですね。それのコマンドでこっちからこっちに行って、こっちからこっちに行くことができる。一般的に実空間でのデータは、実数、まあ複素数でもいいんですけども、実数で考えることが多くて、例えば時系列とか、画像とかは F というのが、何か、実数の値ですよね。複素数じゃなくて実数の値。でも一般的に周波数空間に行くと F ハットは、複素数になります。で、複素数で、これが Fj と F のマイナス J、K-J かな。それが複素協約になっていると、これが 実数の、実空間での実数の信号に対応しているというのは複素フーリエ変換で見たところです。で、ちょっとここまでやって終わったのかな。フーリエ変換と逆フーリエ変換は、高等変換。まあ、戻ってきなさいってことですよね。F やって F の逆変換をやったら戻ってきてほしいですよね。F をやって F をやって F、わかりにくいね。F というデータにフーリエ変換をすると F ハットという、周波数空間に行く。そして F のインバースという逆フーリエ変換をかけると元に戻らないといけないんですよね。じゃあさっきの、この前か、この式が、F と F ハットの、これは F ハットと F ハットと F の変換の式ですね、この2つの式は。それを使うと本当に戻るかと。で、ここのところに N 分の1がかかっているというのがミソで、N 分の1がかかっているというのは、その、フーリエ変換、フーリエ変換と逆フーリエ変換をやると元のデータに戻るというのを担保しています。っていうのがこの話ですね。で、ここ、まあいいですかね。さっきこれが K が1の時のことを成り立つことを確かめると言いましたが、まあちょっと時間があったら、この K が2とか、時3とか、にこれが成り立つということをちょっと見てみてください。で、これは、これを使うと、F から F があって、F の、元の F に戻るということがわかります。いいですかね。で、この式は後で自分で確かめておいてください。で、離散フーリエ変換の、まとめをすると、F、FK というのは、どの周波数に対応しているかというと、周波数がこう離散的な周波数に対応しています。この場合、64個を作ったのかな。64個の点があって、そうすると N が64の場合になっています。そうすると、このオメガの、オメガのべきというのは、1オメガ、オメガ2乗、オメガ3乗というふうに
出てきますが、それが基本的な周波数になってくるわけですね。それが1オメガ、オメガ2乗、オメガ3乗、そしてオメガの N-1 乗で、ここが、まあ、N が偶数だと思いましょう。そうすると最初の32個と前半の32個と後半の32個というのを分けると、オメガの、このべきですよね。これべきがこんな風になって、こんな風に、指数が上がっていくと。そうすると、これを見ていくと、ここで π と、こんな風になっていくの。π と 2π があって、そうすると、こんな風になっていて、これが複素平面上にあったとすると、まあ、オメガが E の、N 分の 2πi とすると、ここが、これが実数で、これが複素数だとすると、虚数だとすると、ここのところが、N 分の 2π、オメガっていうのが、あ、これ逆数で書いた方がいいな。間違っちゃったな。まあいいや。まあ、こうですね。N 分の 2π と。はい。こんな風になっている。そうすると、今、オメガの N って N だけ忘れて書きましょう。そうすると、こういう風になって、これが、横軸が実軸。そして、縦軸が虚軸という風にあったとすると、このオメガというのは、まあ、例えばこんな風になっていて、これが N 分の 2π という変化を持って、ここ、マイナスかな、マイナスがここになると。ここがオメガになって、そうする。それでこれが長さは1ですよね。それでオメガの2乗がここに来て、3乗がここに来て、で、オメガの2乗がこんな風に来て、オメガの3乗がこんな風に来て、で、これがオメガの3乗、点点点ってなると。そして、これが、ここがまあ1にしましょうか。1。そして、ここが、オメガの、2分の、2分の N 乗。2分の N 乗、オメガの2分の N 乗を計算すると、これこの中に出ると、これは E のマイナス πi ですから、これはマイナス1になりますね。ここ、実軸上の分の方になると。そうすると、ここのところがこうなりますね。そうすると、オメガの本度は、こうか。オメガの、オメガの2分の N プラス1というのは、この前、オメガの反対方向ですよね。反対方向。こっち向いてるのがこっち向いてる。だからこれはマイナスオメガ。そうすると次は、ここのところにマイナスオメガの2乗が来て、ここのところにマイナスオメガの3乗が来て、こんな風に来るわけですよね。そしてここのところが一周すると、オメガの N 乗、オメガの N 乗が1になって、ね、それこの図を見てみると、オメガというのと、オメガの 半分だけ、2分の N だけずれたやつというのは、反対方向を向いているから、自由度としては、一緒ですよね。で、そうすると、π だけずれて、位相が π だけずれているので、反対方向を向いている。これも反対方向だけ向いて、反対方向を向いている。そうすると、これとこれというのは、本当は自由度が、π だけずれている。位相が π だけずれている。で、そうすると、さっきの図に行って、これ、負の方で書いてあるね。まあいいやな。ω が1のやつと、こう書いていくんだけど、位相がこうぐる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 、ω が回っていって、2π まで回るんだけど、実はこの π のところと 2π のところっていうのは、これは位相を π ずらしても、2π ずらしても一緒なので、これを、
レイヤーと、これ今0から 2π までこのオメガの、 あの変革が変わっているところを、ここの、後半の部分というのは、ここは、π から2π なんだけど、それを 2π、これ周期関数ですから、2π ずらして、エイヤと、ここからここに、マイナス π にやっても一緒ですね。マイナス π からマイナス π から0までこういうふうに戻してあげる。これは周期 2π なので、ぐるっと回して、これ、ここを、これ切って、トーラスになってるので、これを切って、ここの部分を切って、2π ずらして、ここに持ってきたものですね。これ、位相が 2π ずれても一緒。それを書いてるのはこれですね。これを書くと。こんな風になる。それで、そうすると、ここのところが0で、ここのところが0。こういう風に、FFT をそのままやると、ここのところで、低周波の成分と、ここのところで低周波の成分が出てきてしまうので、実際グラフにすると見えにくくなってしまいます。これは、デフォルトで FFT をするとこういうふうになってしまいます。それで、これが見づらい関数で、これ見てみると、ここのところが低周波で、ここのところが高周波成分。で、ここのところが高周波で、ここのところが低周波成分になってしまうので、低周波と低周波のところが2回ここに現れて、高周波と高周波のところが折り返しのようになっています。で、グラフが見にくくなるので、これ、ここの部分を前に、そしてこいつを後ろに、まず前半の、後半のこの部分をぐいぐいっとここに持ってくる。そして後半のとこ、あ、前半のこの部分をぐいぐいっとこっちに持ってくる。そうするとこれを直線にできる。というのが、よく、表示する方法です。これが負の大きい、負の方で、絶対値の大きい周波数になって、これが正の方で大きい周波数になって、真ん中辺で、周波数が低周波数の周波数になる。そうすると、こっちが周波数の、順にきれいに並べることができるわけですね。これが負から0になって、0から正の大きい値になるというふうに並べ替えることができます。それをやっているのが FFT シフトという関数で、これをするとグラフが、見やすくなります。で、ちょっと最初、FFT シフトというのは何をしているかって、これから見てもらうので分かりにくいとは思うんですが、それは素直に、フーリエ変換をすると、こういうふうに低周波がバラバラのとこ、バラバラというか離れて出てしまうので、見にくくなってしまうので、それを、グラフにしやすいように FFT シフトというコマンドで、周波数をこうきれいに並べ替えることをしています。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、まあ、後でそういうコマンドが出ているときに FFT シフトをするとしたりしなかったりすると、グラフがどう変わるか見てみるといいでしょう。で、ここまでいいですかね。これまあちょっと、この離散フーリエ変換の話です。で、離散フーリエ変換の話を、これ一つ、これやりましたね。F というのを、これの K というのが0から N-1 まで変わる。で、ここの J というのも0から N-1 変わる。実空間での自由度が N 個。周波数空間での、自由度が N 個あります。したがって、これ1対1対応しているというのは行列の言葉で書くと、この N 個の自由度を N 個のもうこちらの N 個の自由度に写像するということになります。これを行列として書き直してみましょう。で、例えばこれ、F の0という成分を考えてみましょう。K を0としますね。K を0とすると、この公式で K を0とすると、0の、どんなべきも0乗ですから、オメガの0乗というのは1ですね。そうすると、F の、J というのを F の0足す F の1足す F の2足す F の3足すというのを足していくだけですから、ここの、係数は1、1、1、1、1、全部1になりますね。そして F の K が1の時は、F0 の ×1、F0 かけるオメガ、F1 かけるオメガ、F1 かけるオメガの2乗、F2 かける F3 かける M オメガの3乗みたいにかけていくので、その係数を、行列で書くと、1、オメガ、オメガの2乗、点、点、点、オメガの N-1 乗になります。これをかけると、こうなる。
で、このオメガというのはこれですよね。この複素、指数関数になって。そして今度はオメガの、オメガじゃない、これを2乗にするとってことを同じふうにやっていくと、ここのところの係数を見れば行列で書くことができますよね。これいいですか？大丈夫かな。まあ簡単のために FN が3、4ぐらいでやってみようか。N が4。N が4の場合。そうすると、これは F の0、F の1、F の2、F の3という4成分になるわけですね。それと、これが、実空間。もうちょっと、実空間。それと、あ、書けなくなっちゃった。円が黒くなっちゃうけど。F0 のハット、F1 のハット、F2 のハット、F3 のハット。これは、周波数空間。で、オメガの4というのは、これをまあ簡単なためにオメガと書くと、E のマイナスの4分の 2πi なので、E のマイナス2分の πi ということで、マイナス i になりますね。この場合ね。で、オメガと書きましょう、一般的に。そうすると、F、J という K か、K のハットというのは、サメーションのj イコール0から今3ですね。3の fj のオメガの jk でいいのかな ?jk になると。そうすると f0 ハットというのは f0 プラス f1 プラス f2 プラス f3。f の1のハットというのは f0 プラスオメガの f1 プラスオメガの2乗 f2。プラスオメガの3乗の F3。で、F2 のハットというのが F0 プラスオメガの2乗の F1 プラスオメガの4乗、違う、4乗でいいのか、の F2 プラスオメガの6乗の F3。F3 のハットというのが F0 プラスオメガの3乗の F1。プラスオメガの6乗の F2 プラスオメガの9乗の F3。こんな風になります。ちょっと斜めになっちゃった。ね。これいいよね。こうすると、4つ F の0と F、これですね。F の0から F の3っていうのがこうあって、こう並んでたね。それが右には F の0、1、2、1、2、3ってあって、左辺には F ハットの0、1、2、3っていうのがで、これを、ちょっとスペースがないので、これ、ベクトル行列とか、ベクトルの形式で書くと、F0 ハット、F1 ハット、F2 のハット。見えるかな？ちょっとこれ折ろうか。ね、この式を行列で書いてみましょうと。そうすると F3 のハットというのが、これが、行列の式で書くと、1111、1オメガ、オメガの2乗、オメガの3乗、1オメガの2乗、オメガの4乗、オメガの6乗、1オメガの3乗、オメガの6乗、オメガの9乗になりますね。の F の0、F の1、F の2、F の3とかけると。ね。今 N が4の時こうでしたね。これはいいですよね。これ定義通りに4つの式を書いて、そして、ここのところ。
こうですね、こういうふうに。ね。そうすると、これを今、ノートでは、F のベクトルの、ハットの、N と書いて、これを大文字の F と書いて、これが F という FN のベクトルとして書く。まあ、ベクトルとして書くと。ね。そうすると、これが行列として書けますね。行列として書けますね。まあ、フーリエ変換っていうのは、じゃあこういうふうに書いてみると、単なる行列の変換なわけですね。それでその変換式、一次変換で、行列変換、行列というか線形代数でやりましたね。この何かベクトルがあって、それを、何か 行列をかけて、そして新たなベクトルを作る一次変換、回転変換とか、まあ、アフィン変換とか、いろんなものがありますが、それでやりましたね。で、フーリエ変換も、一次変換の特殊なものに過ぎないわけですね。こう見てみると。で、線形代数というのが、こういうふうに行列、線形代数としてフーリエ変換を見ることもできる。いいでしょうか。まあ、これ、N が4の時にやりましたが、N が一般の時もいいですね。ここまで質問ないですか？大丈夫かな？これいいですかね。それ、一般的に今の話を、今 N が4の時ですね。この N を4の時にやりましたが、これを、この式を行列としてまとめ直すと、FN のハットというのが、FN ね、小文字の FN のハットというのが、大文字の FN という行列をかけて、行列を、小文字の FN に作用させたものという式になります。だから、フーリエ変換という、この式が、フーリエ変換が、こういうふうにコンパクトに書くことができるわけですね。はい。ここまで質問ないですか？大丈夫ですか？では、じゃあ、先ほどの、逆フーリエ変換というの、離散フーリエ変換。今、離散のフーリエ変換を、F が与えられたときに、FN のハット。FN というのを F という行列をかけて F のハットですね。これが実空間のベクトル。これがフーリエ変換の行列。これが、周波数空間での N 個の成分のベクトルですね。それがこういうふうに成分で書くとこうなっているのが今ベクトルで書くとこうなる。で、あとで、皆さんこうパッと見せられるとそんなもんかと思うけど、まあ自分でこの式が分かるかどうか後でちゃんと理解して出してくださいね。で、逆フーリエ変換の話も簡単というか同様に、これこの式ですね。それでオメガを使うと、今度はここにマイナスがないですね。ここにマイナスがあって、ここにマイナスがないので、これはオメガの、複素協約、コンプレックスコンジュケートに、それをスターで書きます。そうすると、このオメガの代わりにオメガの JK になる。そして、これを、F の、あれ、ここ、ハットが抜けてるな。ごめんなさい、ここ、ハットが抜けてますね。ハットが抜けてるね。そうすると、ちょっと直しとこう。ごめんね。ここか。ここのところにハット、なんか、ボケてますね。ごめんなさいね。こうあると。そうすると、ここのところで、F ハットが与えられたときに、今度は、F ハッ
ットが与えられたときに、F ハットが与えられたときに、FF を求める式がこうなります。そして N 分の1というのは、フーリエ変換と逆フーリエ変換をやって戻るように、この N 分の1の、因子が必要になります。で、ここのところで、ユニタリ行列とかエルミート行列っていうのは、やりましたっけ？線形代数で習うはずだけど、ユニタリー行列って聞いたことある人、聞いたことある人手挙げてもらっていい？どれぐらいいる？線形代数でやりましたか？あら、手を挙げてもらえると嬉しいんですが。あれ、ユニタリー行列。エルミート行列は？そうか。じゃあちょっと話を変えて、行列が対称行列であるということ、対称行列というのをやりましたよね。対称行列を聞いたことある人。うん。はいはい。対称行列は線形代数でやってんだよね。あ、10人。あ、10人ぐらい。まあみんな聞いてくれてるね。はい、どうもありがとう。じゃあ、手下げていいよ。手挙げてくれた人ありがとう。じゃあ、直行行列ってなんだっけ？直行行列は聞いたことあるよね。直行行列わかる人。あ、ちょっと少ない。ん？直行、いや、別に聞かないから、教えて、知ってるか知らないかぐらい教えてくれる？対称行、あ、ちょっと直行行列が何か分かる人。結構いるよね。つうか、直行行列、この授業でやったからね。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、ちょっとこれ説明しないといけないのか。あれ、線形代数でやらないのか。ちょっとユニタリーとか、あ、手下げてくれたらいいよ。じゃあ直行行列と対称行列は分かってんのね。はい、どうもありがとうね。じゃあまあ行列、まあなんて書こうかな。よく使うの。まあ A でもいいかな。まあ A というのが行列。で、まあ実行列にしましょう。実行列。実行列の行列、まあ知らなかったらここで、まあちょっとなんか線形代数の授業になってきちゃいましたけど、実の n×n の行列にしましょう。a の r の n×n の行列ね。今持っていきます。そうするとこれっていうのは a っていうのはまあ書くまでもないけど、こうやって a の11、a の112、a の13とか点点点点、a の 1n、a の21、a の22、点点点点点 A の23、23、点点点 A の 2N、点点点 A の N1、点点点 A の N2、点点点 A の N3、A の 3N。まあこんな風になる、並んでますよね。これが N×N の行列になっていると。ね、ここはいいですよね。それで、実行列 A が対称行列である。行列である。これ復習ね。で、ある。というのはどういうことかというと、A の ij イコール A の ji。もしくは、成分の言葉で言うと、A というのが A の点値である。これいいですよね。で、A が直行行列である。というときには、直行行列というのは、これ、まあ、成分では書けないけど、A と A の点値、これやりましたよね。特異値分解のところでやりましたよね。特異値の左特異ベクトルの行列とか、右特異のベクトルというのは直行行列をなしてましたね。
A の A 点値、A 点値の A という行列を作ると、これは N 次元の、単位行列になっている、ね。ここまでは皆さん、覚えてくれている。ここまでよく、ね。ここ実行列。じゃあ、一般的なものを考えて、複素行列。これ A が今、実数の R っていうのは実数っていうんですね。R の花文字ね。花文字書くと N かける N になっていると。の、で、すべての成分。こいつらが、全部の、これが全部の、全部実数だった場合ですね。で、複素行列の場合には、要素が、A という要素を持ってきて、これは N×N なんだけど、要素 C というのが、要素が C、複素数になって、これが複素数になって。ね。で、ちょっとこれ、ここを書きましょうか。そうすると、A の点値っていうのは、この、もともとさっきの行列に戻って、これが点値というのは、この、こことここを入れ替えるとか、こことここを入れ替えると、こことここを対角成分に対してパタンって折り返すようなことでしたよね。それが点値。で、複素行列の場合には、これの、複素強弱、L ミ、これを、点値を取ると、ついでに、これを、A のだがというのを考えて、それがどういうのを考えるかというと、ちょっと全部書くと大変だから、A の11、A の21、の、ここ、スターだね。スター。A の12のスター。A の22のスター。A の31のスター。点点点点。まあ、全部書かなくてもいいから。A の、13のスター。で、ここ、こう来て、A の NN の、複素強弱。ここが A の、N1 か。N1 のスター。ここが A の 1N のスターかな。何が、これを見てもらうと、ここのところ、対角の A の11が、A の11のコンプレックスコンジュケート、複素強弱になって、対角成分はすべてこうやって複素強弱を取って、そして A の21、これ入れ替わってますよね。12だったのが21になって、ここで複素強弱を取って。ね。点値というのは成分を入れ替えるんだけど、こうやってダガーを書くと、この複素強弱になっています。で、こういう行列を考え、複素数なので、これ、これ点、A のすべての成分が実数であれば、この複素強弱を取っても変わらないので、点値とこのダガーを取るのは一緒なんだけれども、こういう行列を考え。で、これちょっと名前が、これ数学者の名前で、エルミート行列。と、行列。で、ある。というのは、A の、ij イコール A の ji のスター。点値、この、この、ここ、ここ。これが、次数の時にはこの、こっちね。こっちの次数の時にはこの、入れ替えたのが一緒だと言ってるんですけど、エルミート行列であるという場合には、A の ij と足を入れ替えた ji とその複素強弱が、等しくなっている。つまり、A のイコール A の、だが、複素行列の場合には、単に点値じゃなくて、複素強弱も取る。これがこうね。これをエルミート性と言います。こういうふうな。この対象行列に対応する、この 実行列で、対象行列と呼ばれていたものを素直に拡張して、複素行列での対象行列のようなもの、拡張したものをエルミート性と言います。これをエルミート行列と言います。こういうふうに、まあ、A が実行列で対象行列だったと言っているものを複素行列に行ったときには、A がエルミート行列だ。で、これが、だから、まあ、これとこれが、複素、この部分ね、この部分と、この部分と、これが、この部分ね、これが、実数では対象行列と言っていて、これが、複素行列が対応する。これ、ちょっと名前、聞き慣れないかもしれないけど、これ、エルミート行列。これ、設計代数でやらないのかな？で、やらなかったら、まあ、覚えておいてください。まあ、
これから、複素数のデータを使うことがあるので、ちょっと名前、エルミート製ね。エルミートって、エルミートね。多分フランス人。H 読まないのでフランス人ですね。そして、直行行列もちょっとそれを拡張して、A が直行行列の代わりにユニタリー行列であると。B 行列。であるというのはどういうことかというと、直行行列の時には A と A の点値をかけたら、単位行列になっていたのが A と今度は A のダガーという複素数ですね。A ダガーと A というのをかけたのが IN。こういう行列。これをユニタリー性と言います。ユニタリー行列。こんな風になっていると。そうすると、A が実行列の時に直行行列と言っていた性質は、複素行列を考えると、ユニタリー性というのに対応することが、対応します。ね、で、今、この考えてる、ここで考えてる F という行列、思い出してもらうと、オメガというのは、複素指数関数でしたから、複素数ですね。一個一個は複素数でした。そうすると、これ、これ複素数の行列を考えているので、点値とかではなくて、このダガーというか、点値を取って複素協約を取るということを考えている。そうすると、このユニタリーと言っていたというのは、何かというと、直行行列の、複素数版だと思ってください。それがユニタリー性です。いいですかね。まあ、ユニタリーとか、エルミートとか、まあ、初めて聞いたら、初めて聞く人は、ここで、こう、行列が実数の時、線形代数が今、実数の時しかやらないのかな。実数の時は、この、このね、この実数の時には、この対称行列とか直行行列というの呼び方をしていましたが、まあ、同じ呼び方をすればいいんだけどね。数学、線形代数ではこれを、実行列から複素行列に行ったときに、対称行列という概念をエルミート行列という概念に、一般化します。で、直行行列という概念をユニタリー行列という概念に一般化します。まあ、これだけです。定義みたいな話ですね。定義ですね、これね。ここまでいいですかね。6、はい、じゃあこれで、フーリエ変換の話ここまでやってちょっとやってですね、これやって終わっちゃうね。で、今のここのダガーと書いてあるのはその点値を取って複素協約を取っているという意味ですね。この記号はその、点値の代わりに、これ複素数の行列、F というのは複素数の行列ですから、これを点値を取って、その各成分の複素協約を取っているのが、この操作だと思ってください。で、後でやってみると分かるように、数値的に試してみ、もちろんその、解析的というか、数式使ってね、ノートで示してもいいし、後で F の行列を作って、それが本当にユニタリーかどうかというのを、数値的に確認することもできますので、まあ、後でちょっとやってみましょう。で、まあ、ちょっとお話だけかな。ちょっと、それほど、あと40分ね。高速フーリエ変換の話は、これちょっとお話だけなんですが、さっきの、F の N が4の場合は、F の、あのフーリエ変換の行列が 4×4 でしたね。簡単のために4を考えています。で、これを見てみると、オメガの、オメガ4の、4乗というのは1でしたよね、定義から。ね、これが、この
オメガの4っていうのはマイナス4分の 2πi なので、これ4乗すると1になる。で、2乗するとマイナス1になる。そうすると、この性質を使うと、この 4×4 の行列、このオメガの1時、2時、3時、オメガの2時、4時、6時、オメガの3時、6時、9時のべきが入ってますが、今の4乗すると1、2乗だとマイナス1という性質を使うと、オメガ1とオメガ、1とマイナス1とオメガとこういうふうに書き換えられます。で、ここでこの並べ替えをすると、この並べ替えのところでこれは何をしているかというと、奇数番目と偶数番目、細かい話は高速風理変換を見てもらうとして、偶数番目とこっちに1番目と3番目を取ってきて、2番目と4番目を取ってくる、まあ、0と3、2を取ってきて、1と3を取ってくるという行列をかけると、この行列を、並べ替えることができます。で、つらつらと書いていくと、この行列、F の4というのが、4成分のフーリエ変換の行列というのが、これをうまく並べ替えをしていくと、代数変換をしていくと、まあ、ここのところのはちょっと係数があるんだけども、この係数ちょっと忘れて、こう見ると、F の2、2成分のフーリエ変換、あれこれ F だな。あれこれ間違ってる。なんでこんなの間違ってる。ね、ちょっとごめんね。タイプが多くてすみません。後で直したの。スライドを置いておきます。そうですね。そう。でもそうね。あれ？ごめんごめん。こんな風になっていて、ここのところで、何を言ったかというと、この行列の形を変えると、4成分のフーリエ変換というのがありました。それを、ここまで来る、まあ、ちょっと式変形は、教科書を見てもらうとして、教科書なりを見てもらうとするけど、4成分のフーリエ変換というのは、実は2成分のフーリエ変換の、和というか、2成分のフーリエ変換ができればいいということになっています。そうすると、このフーリエ変換をすることで、この例えば、標本数2個のフーリエ変換というのは、あ、これ、F、あ、ごめんごめん、F、FN だな。これ FN、ごめんなさい。ダメですね。ここ FN だよね。結局何をしているかというと、F の4という4個のフーリエ変換、4個の、自由度を持つフーリエ変換というのを2個のフーリエ変換、半分の自由度のフーリエ変換に落とし込むことができたと、ね。これはフーリエ変換の行列がこういうふうな特殊な、オメガが特殊な性質を持っているので、こういうことができるわけです。で、これ一般の、これ4から4の自由度を2個の自由度に落としたんだけれども、一般に 2n の自由度があったとすると、その半分の自由度のフーリエ変換、これ 2n のフーリエ変換を、fn と fn という半分の自由度のフーリエ変換で、分割することができる。より自由度が半分のフーリエ変換での計算で、元のフーリエ変換が計算できるということになります。そうすると、2n、この式を使うと、2n のフーリエ変換は、n のフーリエ変換、n 個のフーリエ変換に落とすことができて、これとこれを繰り返していくと、n を2分の n のフーリエ変換に落とすことができる。こういうふうに、自由度を半分、半分、半分、半分にしていくことができると。で、この式を、回帰的に使うことで、再帰的に使うことで、フーリエ変換を早く計算できるというのが高速フーリエ変換です。で、高速フーリエ変換、高速フーリエ変換は、どれぐらい速いかというと、普通の、この行列の、フーリエ変換のこの式ですね、この行列のこのままの形を作って、この計算をすると、n の自由度の、n の2乗、
だから行列の、2乗ですね、行列の2次の式で、時間がかかるというので、そのままだと大変遅いわけですね。で、高速フーリエ変換を使うと、この自由度が n のログ n という自由度に、あの速度になります。具体的に言うと、音ですね、音で、よく MP3 とかあの CD とかで、音というのは 44.1kHz のサンプリング 1秒間に、44,100 個の、サンプルがある1秒間にある。それが10秒あったとすると、2の10乗ぐらいかな、これを書いてみると、考えてみると、普通の、フーリー変換、音というのが、音のサンプリング、CD とかとのサンプリングレート。皆さんが聴いている CD だと、4.41×10⁵。からこれは 44.1kHz の点があると、こんだけの点が1秒間にあると。それで、これ4乗か、4乗ね。10秒の、例えば10秒の音を取ったとすると、の音のデータはこれの10倍なので 4.41×10 の、10⁵になりますね。この10倍になる。そうすると、普通のフーリエ変換、行列としての行列の掛け算としてのフーリエ変換。変換はどれぐらい、かかるかというと、だいたいオーダーとして n の2乗、行列の大きさが n の2乗で、今 n というのがこのサンプル点の多さですから、そうするとだいたい 2×10 の11乗の計算が必要な、掛け算計算。で、高速フーリエ変換。というのは、オーダーの n のログ n の速さでできて、これを計算すると、大体この n でオーダーを計算すると、2×10 の、6か。大体ね、6×10 の、6乗ぐらいになると。6×10。だから、こう、5桁ぐらい違うわけですね。5桁ぐらい随分スピードが違う。全然違うと。随分速さが違いますね。5桁ってすごいですね。で、このフーリエ変換というのは、1965年に、クーリーとテューキーですね。クーリーとテューキー。テューキーという人が、1965年に書いた論文で示したものです。今コンピューターね、速いコンピューターで、コンピューターが速いと、もちろんコンピューター速いに越した方がないし、いいんですけども、コンピューターで、速いコンピューターを使って、大変たくさんの計算をするというのはもちろん一つの方法としてはあるんですが、もう一つには賢いアルゴリズムを考える、より早く問題を解くにはどうしたらいいか。高速フーリエ変換の場合には、n の行列、 2n の行列を、2n×2n の行列を n×n の行列に、こうどん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 こう小さい問題に、帰着していくという方法で、早いアルゴリズムを作っています。で、早いアルゴリズムがあると、早いパソコンを使って、
あまり賢くない方法で解くよりも、まあちょっとあんまりね、あんまりなんかね、下手な方法で、早いパソコンで解くよりも、何か新しいアルゴリズムで、賢いアルゴリズムを使って、遅い PC で解く方が早く解けることがあるんですね。ですから、こういうふうにアルゴリズムの、早いアルゴリズムっていうのは、これからどんどん重要になっていって、まあ、これも50年、56年前か、のアルゴリズムで、まあ、もっと早いというか、いろんな、早いアルゴリズムというのは、毎年のようにいっぱい出ていて、僕もよく知らないんだけど、全部はもちろん全然知らないんだけど、まあ、時々そういう早いアルゴリズムを使って、今まで時間かかっていたのをこういうふうに解けるような、そのためには、まあ、いろいろアルゴリズムを勉強しないといけないですよね。ちょっと駆け足な紹介でしたが、高速フーリー変換ですね。高速フーリー変換、細かい数式は、どっか教科書を見てもらうとして、考え方は、大きい行列を小さい行列として分割していくことで、より早いアルゴリズムができるということですね。どんどん小さい、半分の大きさの行列の計算に、どんどん落とし込んでいくというのが高速フーリー変換の考え方です。で、ちょっと長かったですが、どうしようかな。これ。これをやって、どうしようか。編集を入れちゃうと、まあちょっと演習やるかいいな。そして最後、レポートの説明をして終わりに しようかね。じゃあ、コードを見ていきましょう。デノイズ。これ、あれでやったような気もするな。デノイズですね。デノイズのやつをやってみると、フーリー変換を使った、ノイズ除去の話です。で、これはどういうものかというと、これ、時間の、0から、1秒まで、これは、1ミリ秒刻みですね。10のマイナス3では1ミリ秒刻み、だんだん1001個のデータ点ができてくる。そして、その横軸を、その時間を横軸として、サインの 20πt、50Hz と 120Hz の波を持つような、X を作りましょう。すると、これで、プロットしているのが、この黒い線です。このサイン。こういうふうに速い波があって、あとは、こういうふうにゆっくりした波。これが 50Hz ですね。50Hz の波と、それに乗るように速いこういうふうな波が乗っています。それが 120Hz ですね。それが2つ乗っていると。っていうのがこの黒い線。黒い線はこういうふうに、クリーンデータといってこういうふうに出てきた。そして、それに、今 X というのが今こちらで見せた黒い線ですね。黒い線。こういう黒い線。そこにこういう黒い線があると。そこに、何か、標準偏差が 2.5。だから、きれいなデータよりも大きい振幅を持つようなノイズを加えましょう。そうすると、これは、ランド N なので、各点ごとに、正規変数をこうやって足しましょう。だから、これは 2.5 の、標準偏差が大きいですよね。それを足していくと、こういうふうな赤いのが見える。そうすると、赤いのだけ見てると、この黒い信号があったというのが、どうも信じられないですよね。で、それを、ネオイズの除去でどうするかというと、この赤いデータが入っていたときに、それをフーリエ変換して、フーリエ変換すると、このスペクトラムが、こういうふうな、赤いやつ、ここにもピークが立つし、ここにもピークが立つんだけども、他のところにもいっぱいノイズが乗っている。で、こういうふうな、ガウシアンのノイズというのは、ブロードバンドといって、こう特定の周波数を持たずに、こういうふうにいろんな、いろんなというか、ほぼすべての周波数帯に均等に乗っている、これ、データが均一じゃ、データが有限なので、こう、ガタガタしているように見えますが、これがもし無限にデータがあれば、こういう無限のデータ上であれば、これがすべてのデータ、すべての周波数に何かこういうふうにノイズが乗っているように見える。そして、こういうふうに、ピークが立っているものというのは意味があるだろうと。で、ピークがないものは、
こういうふうにガタガタしているのはノイズだろうと思って、大きくない値のところを捨ててしまうという作業をします。そうすると、この、フーリエ変換の出てきたやつが青いやつだけ残して、赤いノイズのところのここのところは消して、そしてここの赤いところが残っているこういうふうにゼロにしますと。そうすると、その出てきた、そうして得られたフーリエ係数を逆フーリエ変換して戻してあげると、出てきたの、この青い、スペクトラムから、計算したのがこういう、青の実空間ではこういうふうな曲線になりますと。ね。で、これが、一つやり方。これ、オペレーションズリサーチのどっかでやったような気がしますが、まあ、またいいでしょう。で、それが計算しているのが、これが X がクリーンのデータを作って、ノイジーなデータを作って、それを Y というノイジーなやつを FFT をかけますと。FFT をかけて、フーリエ変換しますと。そして、フーリエ変換の、コンジュゲートっていうのは複素強弱を取っていますね。複素強弱を取っていて、Y と Y の複素強弱を取っているので、これ、各成分の、絶対値の2乗を計算してますね。そして、まあ、N というのはデータの長さで割っていますが、それでフリークエンシーを計算して、います。そして PSD が100よりも大きいところだけ残して、それより小さいところは消しなさい。だから100という何か適当な、今敷地100というのを持ってきまして、100よりも小さいようなところ、100ってここですね。これよりも小さいような値を持つようなものを全部ゼロにしなさいというふうにしますと、残るのはこの青のピークのところだけと。で、そのここの残ったところだけを使って逆フーリエ変換すると、ノイズの効果が消えて、こういうふうにフィルターのきれいなデータで、ノイズを消すことができる。ノイズ除去をすることができると。フーリエ変換というのはノイズ除去に使うこと。で、もう一つ、このコードですね。DFT プロダクションの DFT というところを見ると、この複素強弱の、複素強弱じゃない、先ほどの DFT という行列、DFT って確か MATLAB のコマンドでシグナルプロセッシングツールボックスかな、それで作れることはできれるんですが、それを、まあ、コマンドで作らずに、こうコードで作ってみましょう。1から N で N×N なので各成分が、こういうふうに、こういうふうに 1から N ですね。これが行の添え字で J が、列の添え字になって、それが1から N まで走ると。それで、IJ 成分っていうのをオメガの、べきの I-1、J-1 になります。それでこれ、ちょっと気をつけてほしいのは、この、IJ というのは、ちょっとね、ここで I とか J とかいうような添え字を言っているときですね。J とか K か。J とか K とかいう添え字をやっているときに、考えているときには、J から K は0から N-1 に、値を取ります。だからここは、11成分なんだけど、JK は、J と K は0、0、0、1、0、2、0と N-1 と。ちょっと1個ずれてるんですね。だから、この行列は普通こういうふうに成分を1から N まで数えて、1から N まで数えますけども、この場合には、これを見たらいいか。これを見たらいいかな。これを見ると、これは、各成分、N 個成分があるんだけど、F の1番目の成分は0から始まって、最後が F の N-1 になっています。1個ずれてますね。これ、まあ、信号処理は0から始まって N-1 で終わるということが、多いので、ちょっとここ紛らわしいですね。1成分目が F0 で、N 成分目が F の N-1。1個添え字がずれています。で、それを反映して、ここの行列を計算するときに、この、今何をしているかというと、この行列ですね。この F という行列、この F という行列を MATLAB のコードで計算してみようというのが、そのコードになっています。で、それを計算すると、この、行列の IJ 成分っていうのは、今言ったように、添え字が1個ずれているので、1個引いてあげないといけない。I の1-1と J の J-1 というのを引いてあげないと。それで、オメガの、J
JK 上 IJ のべきになってるんだけども、今の添え字が1個ずれてるおかげで、マイナス1とマイナス1を入れないといけない。そしてそれを図示すると、正の部分と負の部分、正の部分じゃない、実の部分と負の部分がこういうふうな行列になっていると、こんなふうになって、これを走らせてみると、どれだっけ ?DFT。これか。これを走らせてみると、これ走らせてみると、こんなふうになる。これは何をやってる？これは、今作った行列ですね。今作った行列。この DFT プロダクションというマットラボコードで、実部だけを作っています。実部だけプロットしています。それで、プロットの、例えばこれが、ここを縦にいくつか切って、この列がいくつどうなっているかというと、プロットのリアルの、DFT の5ぐらいしにこれそうか、そうか。そうすると、今何をプロットしたかというと、ここの1列目、2列目、3列目を縦に切ってみて、どういう値を取るかというと、まず最初の成分は定数1。で、1成分目はコサイン t。次、ちょっと見えにくいけども、この黄色いやつ、黄色いやつがコサインの 2t になってますね。そして、紫のやつがコサインの 3t。3周期入ってる。3周期入ってるね。コサインの 3t。そして、緑のやつがコサインの 4t 入っている。ね。こういうふうにコサインが入っている。これが実成分ですね。で、これを、虚数成分はというと、サインになってるわけですよね。オイラーの公式から。違った。イマジナリーね。そうすると、今度、コサインになっていて、1成分目が青で0、0があって、赤がマイナス、これかな、マイナスになって、違うか、マイナスじゃない、サイン t になってる。サイン t になっていて、マイナスか。マイナスサイン t になってるか。次は、サインの 2t がこの、黄色いカーブになっていて、紫のやつがサインの 3t。そして、緑のやつがサインの 4t。少しずつ速い周波数がどんどん入ってきて。それが、この行列として入っています。これ、コサインのとかサインの、いくつか100、これ64から 32t まで入ったのかなっていうような行列になっています。で、こうなっている。で、こういうふうにして行列を作ることができる。で、まあ、この行列というのを、こういうふうに書くと、実の部分と負の、これがサイン、コサインが入っていて、実のところにコサインが入っていて、複素数のところに、複素数が虚数のところにサインが入っている。ね、後でプロットして見てみてください。ちょっと演習やってる時間がないからやっちゃいましょう。最後の2番目。いろいろ言って、スライドを見て、後で、走らせてみてください。ベクトルね。あ、ベクトルじゃん。微分ね。数値微分。じゃあ、フーリー変換が何の役に立つかというときに、数値微分の話。で、ここのところで、F というのが、F というのがコサインかけるエクスポネンシャルのマイナス X2 乗。ガボール関数ってやつですね。コサインの、コサインっていう周期関数を超えて波があるんだけど、それが波が、あと極在しているようなものですね。どっかにプロットしてあるのかな。これが、この、こんな形をしている。コサインの波なんだけども、ガウシアンのこういうふうな、ガウシアンで振幅が変化するので、ここ真ん中で最大値になるけど、外れるとちっちゃくなっていくというのがこんな、ね、ですね。いいですかね。それで、じゃあこのデータ、これ、このデータだと、128個の点があるのかな。128個の点があったときに、これを、これの F というデータが与えられたときに、これ、微分したい。微分したいときにはどうしたらいいでしょうといったら、これのデータを微分すると、
するときには一番簡単にはオイラー近似といって、1個前のやつと、1個後のやつと今のやつを引いて、そして、幅で割ってあげる。そうするとこれデータのこれをこう引いてあげて、1個後と今のやつを引いてあげて、そしてそれをその幅で割ってあげる。それをやってるのが、これがファイナイトディファレンス、差分近似になって、これは、この微分というのは、ここで微分というのはこの公式を見てみると、このカッパ、カッパというのが添え字で、プラス1、右隣のやつと今のやつを引いて、そして幅で割るということをする。こういう微分をすると。ね、これ素直ですね。こういう方法をする。もしくは、いいですよね。これ今こういうふうに計算する。これ今この差分近似をしたというのが、この差分を使ったこの方式を素直に書いてみて微分しましょうというのがこの式になります。今、これをループしてますけど、このループでここのところを微分して、微分として近似しているということですね。で、もう一方は、この微分っていうのは、フーリエ空間に行くと、オメガをかけるだけであったと。で、ちょっとここを、このコードではオメガのことをカッパって書いてますが、まず F というのを、データをフーリエ変換して F ハットというものに行きますと。で、そこで F ハットに行くと、これはフーリエ変換したケースになるわけですね。そこに、カッパというのをかけて、そうすると、そこは、まあ、オメガというのがカッパになってますけども、ここのところで、ここで1の、これ、1の i って書いてますね、ここ。これは虚数単位に、オメガって書いてたのが、ここのコードはカッパになっています。で、i オメガをかけた。で、これがフーリエ変換をかける。フーリエ変換したものをかけると。そうすると、これ、フーリエ空間の中でのこれは微分を計算していることになりますね。じゃあ、フーリエ計算で、微分して、そして逆フーリエ変換すると。すると、微分が計算できると。この2つの方法があります。いいですかね。思い出すと、この微分するというのは、微分したもののフーリエ変換したというのは、周波数空間で i オメガをかけるような。i オメガをかけたもので、それを、ここで微分を計算したら、じゃあこの微分というのは、フーリエ変換でオメガをして、逆をかければよいと。で、書いていくと、f を f ハットにフーリエ変換して、それで微分をフーリエ空間、周波数空間でやるのに i オメガをかけます。そして逆変換すると、微分をしたことになります。ちょっとわかりにくい。いかな、大丈夫かな。そうすると、この式、まず最初に F から F ハットへのフーリエ変換っていうのはここになってる。そして、I オメガの F ハットっていうのは、ここで I と、これカッパって書いてますけど、まあ、オメガというふうに書いてもらうと、周波数をかけて F ハット。ちょっとここで FFT シフトを書いてますが、さっきの順番を書いてるだけですね。それで、これが、フーリエ空間での微分を計算している、周波数空間での微分を計算していること。そして、この F ハット、この、I オメガをかけたやつに、を逆フーリエ変換して、実空間に戻してあげると、これが微分になっているというものです、ね。で、まあ、ちょっとこっちの方が直感的に、差分の方が直感的に、微分の定義に合ってるんですけど、これ数値的に、これ、差を取って、この、ちっちゃい数で割るので、ノイズに弱いということが知られています。で、これとかデータ点数が少ないとあまりいい近似にならないというのが知られています。で、これを比較しているのが数値微分の話です。いいですかね。この見てもらうと、この関数を微分すると、まあ、微分の関数というのは、まあ、この関数の微分というのは計算簡単に手でできるので、それをプロットすることもできます。そうすると、黒いのが、正解で、青がさっきの、差分で計算したやつ。で、赤がフーリエ変換を使って計算したやつ。
そうすると赤と黒というのが、これ、赤と黒というのは上にあってますね。つまり真の値と風利変換を使っている値というのが非常によく合っている、で、ファイナイトディファレンスの差分の方ではちょっとずれてしまってますね。で、これ、32個点、これデータが128でやってますが、これを変えてみると32個とか64個でやってみて、見ましょうということをやります。32個しか点を使わないと結構ずれますね。で、64個だと、まあ、改善されて、128個だとまあいいんですが、データの点数が少ないと、特にこの有限の差分法というのはあまりいい答えを与えません。で、それを、これどれぐらい、横軸にどれぐらいの点が必要で、縦軸にどれぐらいエラーが出るかというのを計算していくと、この差分法っていうのは、まあ、もちろんこの点数を増やしていけば、どん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 良くなっていくんだけれども、それよりも、そうこういうふうにスペクトラルデリバティブというのは、この風利変換を使った微分の方法ですね。そうすると、これがガクンともっと、誤差が少ない。例えばこれ、ここだと100個ぐらいの点での誤差ですね。この風利変換を使った微分では100個ぐらいで10のマイナス5乗ぐらいかな、の誤差があるんだけど、それと同じぐらいの誤差を、有限差分で計算しようとすると、これが100個ぐらいの点でできたことが、こっちだと10の6乗だから、10万個か、10万個ぐらいの、点がないと同じぐらいの誤差が出ないということで、こちらの方がデータとメモリと計算量を必要とするわけですね。なので、フーリー変換を使った微分というのはとても、これ、ログで書いてる、対数で書いてるので、これとこれというのはこう何桁も違うわけですね。これが10のマイナス2乗と10のマイナス6乗とかいうと4桁違う。そうすると、スペクトラル微分というのが、このフーリー変換を使った微分というのが役に立つことがわかるかと思います。で、あとどうしようかな。あと10分しかないのか。じゃあ、ここまででちょっといろいろやるんですが、まあ、畳み込みの計算とかまあ置いといて、ちょっと時間がないので終わりにしましょう。まあ、この辺、風利変換、特には、レポートでは、ここまでは出してませんが、どこまで終わるか分かんなかったんで、ここまで問題として出してませんが、まあ、風利変換っていうのは、神野先生のって聞いてみると、データ解析入門かな、データ解析なんとかとかでやっておられるみたいなんですが、まあ、理系で、情報系で、会社に行って風利変換知らないって言われると、おいおい、ちゃんと勉強しついたのかと言われないように、風利変換基本ですから、よく理解してください。で、コードがあるので、コードを走らせて、ここに書いたもので、内容を理解してください。ちょっと駆け足になっちゃいましたけど、何か質問ありますか？質問ないですかね？ちょっと難しくて、いきなり難しいか、いきなり聞くとびっくりするようなことがあるかもしれないけども、まあ、落ち着いて考えてみてください。では、まあ、10分も切ったので、最後、レポートの話をちょっとして終わりにします。レポート、さっきウェブクラスにあげました。これかな。レポートね、レポート課題。お、みんな見てくれてますね。24人が見てくれてますね。レポート、こう、ありますので、レポート課題の PDF。これ、データは、こちらの方がデータはないので、これだけで解けるようになっていますので、ダウンロードして、見てください。締め切り書くの忘れましたけども、締め切り後で書いておきますが、締め切りは、1ヶ月後、8月20日ですね。8月20日。の、5時とします。これ、オペレーションズリサーチと同じになっています。で、オペレーションズリサーチで言った注意事項ですが、これ、まあ、これ、問題、この5問あります。ので、まあ、楽しんで解いてみてください。今までやってきた行動をちょっと変更すると、まあ、自分で書くのって僕も全部書きましたが、
今までやってきた行動をちょっと変更する10行ぐらいの行動を書くと大体できるんじゃないかなと思います。で、あのスライドを参考にする、行動を参考にするして、この課題を解いてください。で、注意事項です。注意事項を言うと、これ、まあ、オペレーションズリサーチと全く同じです。注意事項念のため言うと、まあ、レポート課題は試験と同じですから、自分の力で解いてください。まあ、どこまで理解できたか、自分がどこまでこの話を聞いて理解できたか、で、コードを読んでどれぐらいできるかというのを試してください。試験と同じですから、調べてもいいし、時間制限もあまりないというか、1ヶ月ですから、十分に時間があると思います。まあ、友達と議論もしてもいいです。で、スラックで、議論、スラックでなんかまあ、そこを議論の場としてもらってもいいですし、あと、YouTube、講義ビデオが上がってますので、わからなければ、そこをもう一回見てください。で、まあ、自分、レポート課題は試験と同様に評価するものです。で、自分で調べる、友人と相談することをしてもらっていいです。で、スラックも使ってください。で、スラックですが、スラックは、これですね、オペレーションズリサーチと同様に、この TA の方が作ってくださった大規模データ解析応用事例のスレッドがありますので、こっちあんまり登録してないみたいですけども、まあ、全体としては登録してくれてるのかな。ここで、問題に関して議論するなり、講義一般に対して関して議論するなりしてください。登録はウェブクラスで、今できると思うので、してなかった、もし忘れてた人は早めにしてください。で、それで、レポート、レポートね、毎年なんか何かやったんだけど、何やってるのかよくわからない、コードを貼り付けただけとか、式を書いてるんだけど、手書きの式をこう、スマホで撮ったのを貼り付けてるだけとか、何やってるのかわからないというレポートがよくあります。まあ全部じゃないけどね。レポートというのは報告するものですから、他の人、つまり私が読んで理解できるように書かないと、何かやってるけれども、何やってるかわからない、数式のを殴り書きしてあるのだと何だかわからないですね。なので、他の人が読んでわかるように、説明も加えて、数式と説明を加えて、コードも説明を加えて、コードをこう書きましたとか図を書きましたとかいうことを加えて説明してください。で、まあ、大体正解はありますが、もちろんコードが動くコードであるとか、数式が違う動詞であるというのであれば、もちろんそれは合格です。ただ説明を加えてなくて数式書いてあるだけだと私分からないので、説明を書いてくださいね。分かるように書いてください。で、あとまあ、メールでの対応はしません。課題での何々が分かりませんというのは、スラックでやってください。レポートには返信しません。試験ですから自分でやってください。ここね、ここお願いしますね。で、あと、レポートの提出の締め切りは、先ほど言った通り、1ヶ月後の5時とします。ちょうど1ヶ月後ですね。あと、お願いは、レポート、いろんな形式が出てきます。毎年、PDF でお願いします。ワードで来る人もいて、昔なんかテキストとか、変わった人だとパワーポイントとかで出す人がいたんだよね。で、みんな違う形式だと、見るのが大変です。ですので、ウェブクラスで見られるように、PDF 形式に変換してください。で、PDF 形式以外だったら単位出しません。ここで言っておきます。皆さん、これだけ言っても何人かはワードで出してきますが、少ない場合にはそれ対応してきましたが、今回 PDF 以外だったら、それ単位出しませんので、PDF にしてください。注意してくださいね。レポートの締め切りとファイルの形式、そこは注意してください。で、いいですかね。で、それで、この後、レポートを提出先を作っておく、この締め切り時間で作っておきます。ので、そこまでた、に出してください。で、それぐらいかな。あとは、内容としては、特異値分解の話、特異値分解の話ね。特異値分解時間かけてやりましたね。これの簡単な、応用と、特異値分解を使って最小二乗解を解く、偽逆行列の話ですね。それをやりましょうと。
あともうちょっとデータ的に、固有顔の話で固有顔の話を解いてみるのと、あとは特異値分解で次元をどれぐらいにするかというのを実際に、2つの方法を説明しましたが、こういうふうな行列データとしてあるので、それの、打ち切り次元の計算を実際にやってみましょう。そして最後がフーリエ級数のところですね。フーリエ級数、前回前々回ぐらいにやったギブス現象というところで、こういうふうに、こういうような、飛び飛びの関数があるときに、不連続な関数があるときに、こういうオーバーシュートが生じてしまうと。このオーバーシュートが生じて しまうのをどうにかしようというのが、ちょっと工夫が書いてあるので、考えてみてください。これは授業で説明した中で全部できることだと思うので、頑張ってみてください。ということですが、これで、もう時間になるので終わりにしたいと思いますが、授業の内容やレポートに関して質問ある人はいますか？質問どうぞ。大丈夫でしょうか？これ必修なので、皆さん、レポート頑張ってくれれば、僕は、あまりひどい点数をつけずに通したいと思っていますので、頑張って出してください。みんな暑い中ちょっと勉強が大変だと思いますが、いいレポートを書いてもらって、気持ちよく皆さんに単位を取ってもらいたいと思っていますので、ぜひ、このオペレーションズリサーチそして大規模データ解析応用事例2つとも単位を取ってください。レポートを楽しみにしています。じゃあ質問がなければ以上にします。じゃあ質問がある人残っててください。じゃあ講義はこれで終わりにします。じゃあ終わりです。